ホーム、東橋崎駅は、兵庫県辰野市上岡町大十字にある、西日本旅客鉄道姫新線の駅である。市崎の正式な読みは、橋崎であるが、一部のホームページ等では、発崎と表記されている例も存在する。相対式ホームを持つ、二面二線の交換可能駅で、地上駅。朝晩のみしか、列車交換設備が使われていない。 姫路鉄道部管理で終日無人駅であるが、2015年4月1日からは、名誉駅長が配置されている。また駅舎内に直立式の自動券売機が置かれている。自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。駅舎は、姫路方面側にあり、作用方面ホームへは、リマ新宮寄りの構内踏切を利用する。 トイレは少し離れたところに水泉トイレがあり、その奥に無料の駐輪場が整備されている。姫新鮮高速化事業の一環で、駅前の整備とホームのかさ上げがなされた。駅の東向かいに、横青面、立つの直売所がある。もともとは赤トンボゴルフセンター内に直売所を設けて、いたが、2016年11月30日に閉鎖した、ため、 駅東の空き地に直売所を新築し、2017年5月15日に移転した。駅から北東へ徒歩約10分のところには、当地名産品の手延べそうめんイボの糸資料館、そうめんの里がある。ここでは、そうめんの歴史などが解説されている。駅の近くには、大宮神社の文社、そうめん神社もある。 2019年度の1日平均乗車人員は423人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。